世界水務機構。ケンブリッジ大学は歴史に残る人物を数多く送り出してきた世界に名だたる大学です。中でも最も古い歴史を誇るピーターハウスカレッジ、その栄えあるボート部でコーチを務める彼アンドリューさんは、かつてイングランド代表を経験した第一人者です。その実績を見込まれて4年前にこのボート部を任されました。いよいよ妥協を許さない練習が始まります。今日のメニューは 500m のタイムトライアル。冷たい風と流れに逆らってオールに力が込められます。オックスフォード大学との対抗戦に出場できるのは、各カレッジから500人以上が参加するテストを勝ち抜いたわずか8名。一人でも多く出場してほしいと願うコーチと栄光のユニフォームを夢見る選手たちの戦いが続きます。そして練習後の一杯は、いじめ抜いた体を癒し、明日への気力を取り戻す特効薬。流した汗の量をビールの味が教えてくれる。チームメイトと喜びを分かち合うこと、それもまたコーチの掲げるモットーです。